はいどうも、ヒコボン、心の声です。変わった花火をゲットしました。その名も、あ、出ちゃった、親父の風船。おじさんが寝てます。親父の休日を表しているわけですな。ピーッと笛音が鳴った後に、お尻から風船が膨らむよ。風船は、黄色の方が漢字が出てていいですな。あらびっくり、こんなものが出てくるよ。大阪の花火会社さんが出してます。こちらは注意書き、火を扱うので注意しないとです。ちょっとした組み立てがある。では開封です。私の人生でこんな花火は初めてです。後ろに猫がひっついてました。下の部分を左右に広げて立つようにする。ここに風船が入ってます。導火線がセロハンテープでくっついてるので剥がします。導火線が出てきました。これで準備 OK です。ここに火をつけるとシュバババって感じで火が走り、風船が膨らむわけですが、では火をつけます。導火線からの火の粉がすごい。導火線ってこんなすごかったっけか。これ絶対先の長いライターじゃないとダメだ。ヒコボン、予想外の大きな笛音に驚く。そして風船が膨らむ。花火的にはこれだけです。徐々に縮む。これのうんこ花火もありだろうか。いや、やりすぎか。中が気になるので冷めた後に開いてみました。中には風船のついた筒状の物体が入ってました。親父の正体はこれだったのか。接着はセロハンテープ、セロハンテープが活用されてる。上にロケット花火的なものがついてる。導火線に火をつけると本体に火がつき、上の部分にも火がつくようです。本体の中の物質が火に反応して後ろに空気が出るんですかね。風船の中はどうなってるのか。うん、なんか砂利みたいのが入ってます。おそらくこの石みたいのに熱が加わると空気が発生するのではないでしょうか。というわけでこんな姿になってしまいましたが、親父の風船でした。